シスは、ジタマによる日本の漫画作品。週刊ヤングマガジンにて2004年8号に読み切りとして掲載されたが、反響があったために、同社、別冊ヤングマガジン13号から連載が開始。そのまま、週刊ヤングマガジンには2008年11号に出張という形で読み切りが掲載された。同年9月からは、週刊ヤングマガジンに移籍し、 月一連載という形で掲載されていたが、2009年12月からは、別冊ヤングマガジンの月刊化に伴い指名、変更された、月刊ヤングマガジンへと再移籍されている。2008年6月、別冊ヤングマガジン28号で、オディ化が発表され、単行本題3巻以降には、オディ同根の限定版が発売された。第5巻発売の際には、 発売記念として2009年12月23日にクリスマスパーティーが開催された。また、2010年4月から6月までテレビアニメが放送された。各話のサブタイトルは頭文字がその話数の語呂合わせとなっている。中学3年生の主人公、墨の絵慶太には、血の繋がっていない高校1年生の双子の姉墨の絵アコと墨の絵リコがいる。幼い頃は、 何事もなく、普通の師弟として育ったが年を重ねて三人が、思春期を迎える頃、アコトリコはケータに、もうアタックをかけ、ついにケータに告白する。両親も姉たちのどちらかと結婚するのを望んでいたり、ケータの友人たちには、やっかみもありドタバタと振り回される毎日を送っている。すでに高校への推薦入学が決まっていた、ケータだったが、 アコリコ二人の猛アタックにより姉たちと同じ高校を目指すことに。推薦を受けるケータは受験生になるが、姉たちの過剰なスキンシップより勉強に集中できない日々が続く。そしてタイトルの通り、ギリとはイエシ定の間でキスを繰り返している次第。単行本11巻時点ではまだ成功意には至っていない。高校進学後は担任のキ流ュ月、ユズキ、その妹であり、 後輩でもあるキリュウミカズキ、そして同級生のミクニミハルなども絡み、ケータは常に刺激的な毎日を送る。登場人物の名字はすべて協定上の地名に由来する。ブルーレイ DVDTV 版は各3話収録の単品版が2010年6月23日から9月22日までのリリース。その後 TV 版、オディ版とも BD のみで、 数量限定のボックスセットもリリースされた。TV 版の BD の数量限定版は、デジパック、ピクチャーレーベル、アコリコ二人語り CD、シチュエーション妄想カード、パンツ風クリーナー、抱き枕カバー、ミニドラマ CD が同梱。また、DVD、BD の共通特典として 12P ブックレットが同梱された。オディバンボックスセットには 60P ブックレットが同梱。 関連 CD、トレーディングカードテレビアニメ版のトレーディングカードが2010年9月30日にグラシアより発売されている。全77種類。場面写真や設定資料を使用したカードの他に出演声優の白押しサインカードも封入されている。本作オディ発売に関連して、 キスシスゼロから始めるラジオと題したウェブラジオが2009年3月26日から6月26日までヤフー動画にて配信されたパーソナリティは声優の竹立彩菜と辰美由い子2009年6月20日には同パーソナリティによる特別番組竹立彩菜と辰美由い子のキスシス公開生放送が文化放送の長 A&G にて 文化放送サテライトプラスから公開制、放送された。また、テレビアニメ放送開始に関連して、キスシス1から始める、お姉ちゃんラジオと題した、ウェブラジオが2010年2月23日より、アニメート TV にて配信中。さらに、その携帯版である、キスシス携帯から教える、お姉ちゃんラジオが2010年4月20日より、声優アニメートにて配信中。 ありがとうございます。